キョセム・スルタンとその息子キョセム・スルタンは、アフメト一世のヒデムラト四世とイブラヒムの母である。母皇として、権力を握ったことで知られる。キョセムは、一般的には、ギリシャのティノス等の司祭の娘として生まれたとされ元の、ナガ・アナスタシアであるとされるがこの説には、異論も多い。彼女は、ボスニア州の知事に奴隷として購入され、15歳頃に、スルタンである。 アフメト一世のハーレムに送られた。彼女がイスラム教に改修するとマフベーケルという名前が与えられたが、後にキョセムと呼ばれるようになった。キョセムのハレムでの地位は早い時期に上がった。ハレム内で権力を握っていたアフメト一世の祖母のサフィエスルタンは1604年に宮廷から追放され、1605年にバリでの判断スルタンが亡くなった。 これらの要因が巨セムのハレムにおける地位向上を可能にした。また、アフメト一世のお気に入りの妻と考えられ、彼との間に多くの子供を産んだ。ベネチアの大使のシモン・コンタリには、巨セムのことを、彼女は美しく抜け目がなく、多くの才能を持っており、優れた歌を歌う。彼女がすべての人から尊敬されているわけではないが、いくつかの問題に目を傾けていて、 スルタンは彼女を気に入っている。と述べている。しかし1617年に夫のアフメト一世が亡くなるとトップカップ宮殿を出て旧宮殿へ引退した。1623年に息子の村と四世が即位すると巨セムは母校として権力を握った。この頃のオスマン帝国の支配は混乱しており、オスマン二世の殺害に反発したアバザ、メフメトパシャが アナトリア北部で反乱を起こしており、さらに東方ではアッパース一世率いるサファビー朝がイラクを侵攻しており、バグダードが奪われていた。1631年にはイエニチェリが宮殿を襲撃し、大宰相が殺害された。兄のオスマン二世と同じく殺害されるのを恐れた村と四世は1632年に権力を掌握し、申請を開始した。 しかしそれ以降も巨セムは帝国政府の会議に出席するなど権力を握った。1640年に村と四世が亡くなると、もう一人の息子のイブラヒムが即位し、巨セムは再び母妃として権力を掌握した。しかしイブラヒムは精神的に問題があり、また気候が多かったため、1647年巨セムは大最小のサリフパーシャと共に、 イブラヒムを退位させようとしたが、失敗し、サリフパシャは処刑され、キョセムは、宮廷から追放された。翌年の1648年に、イブラヒムが退位させられて、幼いメフメト四世が即位するとキョセムは、再び権力を握ることになった。メフメト四世の下で権力の絶頂にあったキョセム、であったが、今度はメフメト四世の母のトゥルハンスルタンと、対立するようになった。 トゥルハンの権力を邪魔に思ったキョセムはメフメと四世を、廃位し、イボテイのスレイマンを擁立しようとした。しかしキョセムの使用人のメレキハトゥンがトゥルハンに密告し、計画は発覚した。1651年、トゥルハンは、資格を送り、キョセムを殺害した。キョセムの亡骸は、夫のアフメト一世の霊病に埋葬された。ありがとうございます。